はい、皆さんこんにちは。前回ね、このマレーヒルのミッションを終わらせたんですけれども、ライトハウス、このね、どうぞ。聞こえてる？状況は？国連本部の敷地内でブリスの目撃情報を確認したわ。忌々しいタレットとホームレスに守られて、この国連本部のミッションがすごく気になるので、これやります。なんかね、ヘリによる航空支援まであるわ。この今までと違うような感じのミッションなんですよね。特にどの、技術、防衛、医療、どれでもないみたいな感じで。なので、行きます。ミッションエリアから離れようとしている。あ、こっから入れってことね。オッケーオッケー。じゃあ行きますよ。このゲームの情報を一切集めずにね、遊んでたんですけど。これが爆薬だ。はい。すぐに使える。30センチのコンクリートに穴を開けられる。中で会おう。了解。情報を集めずにやってたんですけど、なんかいろいろ穴があって、南ゲートを片付ければ攻撃を開始。よう喋るな。なんかいろいろ稼げたみたいですね。それはもうこの前のアップデートでできなくなっちゃったらしいんですけど、もったいないことをしたのかな。視力と聴力が著しく低下。こうなっちゃうんだ。そりゃ。あっちから先だな。やめろ。なんで、なんで接近してくんの。ようやくあいつ一人になったと思ったら。ひどいな。よし。お前出ちゃっていいのかな。さあ、やっちまってくれ。開いたぞ。今ドヤーって感じで、こっち見た。すぐそばに国連本部の真下のトンネルに通じる道がある。トンネルに入って北に180メートル進んだところが突入地点だ。部隊を離れていけ。行くぞ。わかりました。はい、なんか結構大々的な作戦だ。やっぱこれなんか重要なミッションなんだろうな。見えない見えない。敵の輪郭が分からん。それ頭じゃないのか。弾が足りん。あと17発。なんか片付いたのかと思ったらそんなことなかった。めんどくさい。来るんじゃない。
ラグいな。弾ないな。装備を変えたらね、このマークスマンライフルの弾がえらい減ってしまって困ってるんですよね。注意、目的の突入場所に到着。爆薬を設置してください。なんかあるな。爆薬を置く。爆薬にもそんなマークつけてんの？ディビジョンのオレンジ色のやつ。帝国、敵が接近中。結局弾もなくこんな連戦させられてるんですけど。うん、うまいな、当ててくるの。はあ、これが装備品の箱だったらよかったのに。連戦連戦ですね。いつもだったらもういらねえよってぐらい弾があるのに。は？マジで？ちょっとなんかなってる、なんかなってる。これは助からない予感がするな。なんとかなった。怖っ。当てられなかった。あと2人。何？どこから来るんだ？来てるー。村、シールド持ちがいるな。前回苦戦させられた。あいつシールドじゃないの？シールド持ってる。全部弾いちゃってるな。どっか抜ける場所というか壊れてくれ。ただでさえ弾ないってのに。お、なんかバチバチしてる。ち
ャンスチャンスチャンス。警告、敵が接近中。まだ来る。結構やるね。まだ来んの？終わりかな？弾だ！弾！ようやく来た。時間がかかりすぎている。タレットを奪ってメインゲートを開けるんだ。急げ。まあ JTF じゃコテンパンにやられちゃうよな。まあしょうがない。ここで止めるのかな。ここ大丈夫かな。ダメだ。裏を通って OK。 ここじゃないんだ。あそこ？そんな遠くに行かないと壊せないの？ LMB もちょっと勉強したね。ちょっと賢くなったんだな。あんな近くにつけといたら止められちゃうってのが分かったんだね。中庭は心配いらない。 JTF が対処する。会議場に向かえ。標的はブリスだ。急いで片付けるんだ。そのタレットが使えるのかな。攻撃してほしい。という無能タレット。この下に弾がある。まあ正直に言えば最初の連戦の時に欲しかった。国連本部を攻撃、うん、そうだね。ブリスが最優先の標的だけど、キーナーとロシア人もまだ建物内にいる。 JTF 部隊に捜索を命じてあるけど、もし彼らを見かけたらためらう必要はない。
ほう。よっ。黄色スナイパー1。いやー、なんか戦いづらいなここ。早く地雷復活してくれ。クールタイムが。あの回復鬱陶しいな。よし。顔出して。顔出せって。ビリ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 。キーナーに関するエコーを起動する。どこにあるんだろう。ここから連れて行く。現地でディビジョンの要員と交戦し、撹乱しろ。了解。了解しましょう。お、チェルネンコ。こいつがキーナ。でこいつらも裏切り者。あ、こいつら PMC 戦闘員になってる。ディビジョンじゃないんだ。ラプターとドミノ。こいつら敵で出てくるんだろうな。撹乱しろって言ってたしね。聞いてくれ。ブリスが無線通信を始めた。居場所を突き止めようとしてるところだ。繋いでやる。嘘つきのアルン・キーナーに裏切られた。壁を守っている者以外は全員あの裏切り者と同行しているロシア人を追え。敷地内から生きて立つな。分かったな。壁はすでにありません。 JTF は建物内に侵入しています。ヘリを準備したので直ちに脱出してください。なんだと。分かった、すぐ行く。よし、連合総会会議場だ。行け。ラプター。お、登ってきてる。
焦った。なんだあのちょろちょろした動きは。え？なんだその動き。めちゃくちゃ有効だぞ。ただ攻撃してこないから大したことはない。何やってんだあいつ。当たんない。何だったんだ。あ、来た。あー高い高い、いけ。うん、まあ、レベル相応のものだね。うん、なんだこれ。あ、絵か。何なのかと思った。了解。指揮官ね。トラッパーハット。ハット？ちょっと気になるから装備してみよう。帽子。これか。ロシアっぽくなった。これでいこう。これトラッパーハットって言うんですか？これはここで戦っちゃダメなタイプじゃないかな。やばい。ここで戦うとなんか大丈夫か。撃たれた。あんな頭しか出てないやつに撃たれてる。回復しに行った。どっから来る？スナイパー。スナイパーじゃない。これはめんどくさいな。あ、やばいやばい。ビリビリしてる。死んじゃう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 。違う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 。回復キットを使ってもう来ないか。あれ地雷対策なのか。なんか最近地雷がよく壊されるなと思ったら。
割り込んですまない隊長。エージェント、この部屋には LMB が持つマンハッタンの情報がある。端末を見つけたら全てダウンロードして、うん、知らない情報があるかもしれない。確かにそうした方がいいな。わかりました。警告、敵が接近中。上から来るってことはないよね。え、無理だろう。死んでない。黄色いやつがいるな。帝国、敵が接近中。敵が接近中。まだ来んのか。頑張れ。ダメだったか。何食らってんのこれ。ひえー、なんかえらいことになったんですが。まただ。何なんだこれ。あれ、あの赤いやつ。今なんか地雷のマーク出てたな。来た。これを食らってんのかな、さっきから。戦いづらい。一応ヒットしたな。来たよ。地雷を回避するのが結構大変。よし。弾なくなっちゃった。何かおかしい。すぐにローズに分析させよう。地雷。残りの LMB 軍も逃走し始めた。戦いは終わったも同然だ。中庭の仲間に合流してくれ。次の手を考えよう。はい、了解。いやー、今んとこ辛かったな。傭兵も使ってくるんだね、あの追尾マインとか。この人たちすげえ声ちっちゃかったけど、もしかしてヘリと戦うの？小銃しかないんですけど。倒せんの？
すごいダメージ通る。さすがディビジョン。あの思い上がった野郎を撃ち落とせ。あのヘリがタレットのマスターコントロールを破壊した。だが各タレットにたどり着ければ手動で再調整できるはずだ。奴に後悔させてやれ。了解。手動でね。応援部隊が接近。これ壊れてる。奴に圧力をかけ続けろ。油断するな。どれだタレットって。どこにあるんだろうな。走れ。こっちに1個あったよね。これか。しよう。よし頑張れ。タレットまで行って敵に向けてくれると助かるんだ。気をつけろエージェント。まだあれがどんな性能のものなのかわからない。そうなの。あー壊されちゃった。あとどこにあったっけタレット。はいはいはい。LMB の増援だ。急いで怠るな。米国敵が接近中。この上歩兵も来るのか。普通に考えたら勝ち目はないな。壊れちゃったか。まあさすがに強い歩兵は出てこないと信じてる。結構すごいダメージ与えてるな。あれ？でもこれと同じぐらいじゃないか。ああ倒すと湧いてくるな。相手に集中しよう。やつから離れるな。エージェント。そうは言われましてもね。タレットまだある？どこにあるんだろう。落ちた。あ、この辺にもあるんだ。お。どうだエージェント。お、なんか散らばってる。この発端を脅かしてた最後の組織のトップを始末した。楽な道のりじゃなかった。それに多くの尊い命を失ったが、LMB の屋台骨を折ったんだ。
ブリスがいなければ町を巡回して人々に仲間になるか死ねと脅す者もいなくなる。奴らの部隊はまだ残っている。だが指導者を失った今となっては俺らの敵じゃないだろうな。はい、チュートリアルエンドゲーム、ね、レベル30に到達してデイリーミッションを解除しフェニックスクレジットを獲得しよう。フェニックスクレジットは作戦基地の技術棟にある特別装備ショップで使用できる。まあ要するにストーリー終わっちゃったってことですね、これ多分。で、これからが本番だよと。そういうことでしょう、きっと。全部レベル28なのがもったいないな。まあでも、売ったら結構な額にはなるんでね。あれ?そこ行ける?よし。はあ、なるほどね。とりあえず、マンハッタンのやばい奴らのリーダーを倒したと、あとは残党狩りだと。そういうことでしょう、きっと。一応言ってないのは、あとここだね。ミッドタウン東部。うん。まあでもこれはもうあとはのんびりでいいでしょう。ダークゾーンとか行ってね、装備を集めながら、楽しみたいと思います。まあ、これからも多分動画は上げると思うんですけど、まあ、今までみたいな感じではないかなと思います。ね、ミッションもなくなっちゃったんでね。まあ、配信、生配信とかでね、武器集めとかをやるかもしれませんので、その時はぜひ参加してあげてください。以上、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。